今日あの講師を務めさせていただきます福森と申します。あの自己紹介、詳しく後ほどさせていただきますが、今日は12時までの2時間をいただきまして、転職のセミナーと少し松本市の、ね、状況をというところで、皆さんと共有できればと思っております。非常にリラックスした場で過ごせたらなと思ってますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。 それではちょっと最初に、まあ、のオンラインだとなんとなく皆さんいる場所が違うので一緒にこう松本を <laughs> あの、ね、共有したいなと思いますのでちょっと動画を流したいかなと思いますので、えー、少しお待ちください。 私会で暮らしている方々がコロナと向き合って、そして新しいライフスタイルを手に入れようと思ったときには、ぜひこの松本を選択肢に入れてほしいなというふうに思います。この松本で一緒に暮らしましまょう はい。ありがとうございました。えー、松本市のま紹介動画ということで、あの、観光等で訪れた、にいただいたことがある方は、なんか、見たことある風景だな、なんていうふうに思っていただけたかもしれませんが、えー、だいぶですね、あの、週末になると、あの、松本市も、あの、観光客の方がたくさん来ていただいて、えー、なんとなく賑わいを取り戻してきて、とても嬉しいな、なんて思いながらですね、えー、私も過ごしております。はい。では、進めていきたいと思います。まあ、画面共有できておりますかね。大丈夫そうですか はいえー、と今日あのセミナーのほうをさせていただきますのは、当社、いきわと申します。この松本市の事業を担当しているものになります。いろいろ人のこう定着とか採用とか、そういったことを集中的にやっている会社で、まあ、ミスマッチゼロの社会へというのが当社のビジョンになっております。松本で本社のある会社ですので、まあ、皆さんと一緒にこう松本で働くとか、暮らすとかってことが叶えられたら嬉しいなという思いから、この事業も受けておりますので、 皆さんと一緒にね。どうぞ過ごしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あの私ですね。先ほど福森と名前だけ名乗らせてもらいましたが、まあ私はですね。そのイ、e、キワという会社でえっとまえキャリアの仕事ですね。あの企業と人をつなぐという仕事をメインにやらさせていただいております。 まあそれ以外にもですね、企業さんにこうより働きやすい環境を作ったりっていうところのコンサルテーションとかですね、あとまあお父さんたちが元気にやっていけるようにということで、お父さんたちのコミュニティ作りなんていうのもやっていたりとか、長野県全域の男女共同参画の審議会なんてものもしていたりとか、そんなことをいろいろやっております。私自身はあの 以前はですね、あの、県内の企業でシステムエンジニアをずっとやっておりましたが、えー、まあ、その時はですね、実はあんまりこう、松本にも含め長野県内にあまりいられなくて、やっぱりこう、なんていうのかな、こっちに住んでせっかくいるのでねっていうところもあって、まあ、転職はまあそれだけが理由ではないんですけど、まあ、実際今の会社に入ってですね、非常にこう、松本ライフを満喫できているなっていうところもあって、あの、システムの仕事はいまだに好きですが、まあ、そういうちょっとワークライフバランスっていうことなんかも考えると、 ま今私がこの場にいるというのはとても嬉しいななんて思って過ごしています。今日の進行ですけどこんな感じで考えています。まあ、松本ってどんな年っていう話をしていきます。でこちらはあの我々私のセミナー終わった後に市の方からも松本の話を少ししてくれますのでまあ、ちょっと観点を変えつつ話していきます。 でその上で、求人状況の推移ということで、まあ、あの今、どんな感じで松本って、ね、求人あるのなんてご質問もよくいただくことがあるので、そういったところを少し話をしていった上で、よくあの移住、転職全般でいただくご質問とかご相談の中で、まあ、ちょっと簡単に答えられるものを答えていきたいかと思います。でその上で、今度、転職までのステップなんていう話とか、えー、コロナで、ねえー、まあ変わったことや変わらないこと。 なんていう話とか、あと、やはり皆さんよく聞きたいのは、転職の事例とかですね、あのどういうじゃ支援があるんだとか、どういうところで会社を調べたらいいんだとか、どういうふうにね、松本で働くって考えたらいいんだってことの、えー、参考情報のありかみたいなものも、えー、お伝えできればと思ってますので、こんな流れで考えております。では、えー、早速入っていきたいと思うんですけど、松本ってどんな年 って言われたときにいろいろ観点あるんですけども、松本というのはですね、中野県全域で見ても、少し特色のある町だったりします。非常に商業が盛んな町で、中野県ってやっぱ製造業がすごく強い町全体が強いんですけど、松本もちろん製造業もあるんですけども、それ以外のところのバランスもあったりとか、あと人口が。 比較的多い、ね、長県内では2番目に多い市なので、そういう意味だとこう、まあ、人の行き来も多い町というところで、非常にこう働くと暮らすのバランスがいい町だよなんていうふうに言われています。であの一番直近だと,です、ねえーとえー、日本の都市特性評価というところで、LINE のほう、えーえー、に、ね。 メ見たかもしれませんが、森記念財団さんというと、森記念財団都市戦略研究所さんというところで、全国のです、ね、都市をちょっとこう,、えー、こう、きちんと調査してみてとていうところでやったところ、まあ、138都市中トップ10に入ってくるというところで、まあ、松本いいですよと言っています。まあ、特にどんなところがいいのというと、まあ、生活とか、えー、居住というところで住みやすい、暮らしやすいというところが、えーまあ、ナンバー2。 に出ていますで、まあ、経済とかビジネスですね。まあ、働くというところにも関しても18位なので、えーとまあ、上位の方にいるというところですね。あのこんなところが松本が、ね、すごくいいよっていうところの町です。あ,のあとは環境とか文化とか交流ってところも順位は高いのかなと思いますので、こんな感じの松本市っていうところで,ですね。 でさっきまあちょっと産業の話をしましたが、えー、まあ第1次産業、第2次産業、第3次産業っていったときに、非常にバランスのいい町です。えー、まああの右の方の ですね、えーまあ、松本と長野県という比較の仕方をしていますが、えーまあ、農業ですね、第一次産業の方はまあ比較的少なめではあるんですけど、第二次産業、第三次産業というところのバランスは、えーまあ、県内全域の中で見てもバランス取れている方かなというところになりますので、まあ、こんなふうに見てもらうといいかと思います。まあ、ちなみにこれ、あの先ほどのこちらのデータも含めてなんですけども、えー、<laughs> この QR コードです、ね、を当ててもらうと、えー、この いろいろ載ってるガイドブックのダウンロードを先につながりますので、こんなところからダウンロードしていただいてもいいかなと思います。でもう1つ、松本の働くに即した特色でいうと、松本はです、ね、結構工業団地とか商業団地ですね、流通団地っていうのが多い地域です、もちろん人口が多いのでというのもあるんですけども、工業団地とか流通団地が多いということは、そこにたくさんの企業があります。 まあ企業があるということは、そこに働く先があるということですので、皆さん自身がですねこれから移住、転職してくるときに、会社を探すっていうところで、中にはね、市町村の中でそんなに会社の数っていうのは決してこうたくさんはないよっていうところもある中で、松本はそういうところでこう働く場所を探しやすいかなと。移住、転職ですね、特に転職を考えるえときに、 ポイントになるのは、あの今、情報は調べやすい時代になってきています。ただ、取っ掛かがりがないと、何を調べていいのか分からないっていう形になるので、例えばこういう工業団地の一覧なんかを見ながら、企業をちょっとこう調べてみるなんてことをやると、へえー、こんな会社があったんだとか、ああ、こういう、なんか聞いたことがあるよとか、あの今のお仕事で、あ、つながりのある会社と取引先じゃんっていうようなことが見えてくると、当然、こう皆さんのキャリアを生かしていくことがしやすく。 くなりますのでそういうふうに会社を調べていただくなんていうのもいいんじゃないかなと思いますのでぜひこの辺りもですねあそういう特色があるんだねっていうところで見てもらえればと思います。であの工業団地もですねあのあのここ、えー、新しい工業団地とかも作ってきた関係であの もともと松本に本社があった会社だけじゃなくて、松本の方に企業誘致をして、新しく工場を作ってくれたとか、新しく会社を持ってきてくれたとかっていうところもありますので、そういうところだと、また一味違った働き方もさらにできるのかななんて思いますので、こんなところもね、企業さん調べるときには面白いんじゃないかなと思います。 で通勤のところともつながるんですけども、えー、多くの人がです、ね、松本に住んで、松本で働くということを実施はしています。<laughs> ただ、えー、必ずしもそうとばかりも言えなくて、松本に住んで、えー、お隣の塩尻市であるとか、えーまあ、安曇野市であるとかってところに少し動くよっていうようなこともしていますし、まあ、逆に隣の市町村から松本に流入してくるよなんていうような動きがあります。 ちょっとこのデータ、少し古くなってるんですけども、なかなかちょっと新しいで直近のデータが出てこないので、これで恐縮ですが、大きな動きは変わっていないと思ってもらえればと思います。それに加えて、さっきの工業団地ではだけではないんですけども、ソフトウェアの開発とかをしているソフトハウスですね。ソフトハウスの ソフトの開発関連の企業とかは、意外とこう駅のアクセスのいいところに事業所を構えたりとかっていうことも参見されていたり、あと大きな会社さんのいわゆる支所ですね、ブランチが松本にあったりっていうところは駅の近くにあったりしますので、そのあたりで勤務先を 見つけられた方なんかはですね、まあ、公共交通機関をうまく利用してっていうこともあるので、えー、どうしても車なきゃだめですかっていうご質問もいただくんですけども、もちろんあったほうがいいんですけどもあの、ないとどうにもならんぞと100%言えるわけでもなかったりします。えーまえー、長野県内の多くの市町村は、やはり車、えー、ご夫婦であれば1人1台ずつ持っていたほうが、えー いいというか、まあ、持っている人がほとんどなんですけども、あのまあ、松本暮らし方によってはですね、車1台で過ごされている家なんかも多いかななんて思いますので、ちょっとそんなところも参考にしてもらえればと。ただ、ちょっと気をつけてほしいのはですね、あのいくら勤務先が 駅の近くにあるからといってもですね皆さんのすん仮に今度住む場所が、えー、まあ駅だったりバス停だったりの近くにないと結果的にそこに行くまでどうするんですかっていう話は出てきますので、まあ、そんなところもちょっとこう押さえておいてもらうといいかと思います。 でもうちょっとこう、えー、イメージしてみましょうということで、まあ、お仕事の部分ですね。えー、とこれはです、ねえー、経済産業省と内閣官房で作っている、町費と仕事創生法務事務局、r、えーまあ、リーサスというところで出しているデータなんですけども、えーまあ、ざっくり産業の分布のマップですね、えー、こんな感じになってますということで、東京都と長野県をまず並べてみました。えー、先ほどから少しお伝えしているとおり、長野県は製造業がとても盛んな地域ですので、そこの従事者もやはり多いですね。 その点、まあ、そこに付随してくるような卸小売業というのは、長、ま、野、あ、県も多いですし、東京都なんかね、やっぱすごくあ多いと思うんですけど、こんな感じと、でまあ、ちょっとこう違うというかね、気になるなというところでいうとよいしょ、えー、情報通信業の部分ですかね、この辺なんかは、ですねやっぱりちょっと県内全域で見ると少しちっちゃくなっちゃうよねというところはあったりします。 長野県と松本市で比べるとどうかなっていうところになるんですけども、長野県と松本市比べると、こんな形ということで、情報通信業ね、やっぱ松本の方に多少こう、県内の中でも分布しているかなと見えてくるのと、製造業とかですね、この辺のバランスですね、必ずみんな製造業みたいな感じではなくて、結構バランスよく業種が分類しているっていうのも、長野県のえまあ松本市の特徴の一つかなというところになりますので、ちょっと県内全域の分布と比べると、少しこう、え、ー 違うよっていうところも松本氏の違いでもあり、魅力でもあるのかなと思いますので、参考にしてもらえればと思います。お隣、塩尻、あずみとかになってくると、やっぱり製造業がすごくぐっと増えてくるので、これは別に製造業がいけないと言ってるわけじゃなくて、まあ、皆さんのキャリアをどういうふうに生かしていくのかっていうところを考えたときに、えーまあ、自分の今の、ね、お仕事は何で、どういうふうにこう仕事を生かせたらいいかなってことを考えてもらう参考ということで、こんな感じの見せ方をさせてもらっています。 ね、で、あのまあ、松本の状況ということもありますし、全体の状況ということにもなるんですけども、あのまあ、皆さんもね、あのいろんなところで見聞きしていると思いますが、まあ、非常にこう私たちの住む社会というのは、えー、少子高齢社会になってきています。 で日本の人口ってどん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 こう減ってきていて、さらに少子化が進んできていて、まあ、高齢化率が上がってくるっていうような状態が進んでいるんですけども、左が長野県、右が松本市なんですが、長野県のこう人口が減っていくカーブに比べると、松本市のカーブというのは少し緩やかです。で、この黄色いところですね、15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口というパレル、まあ、働いて。 けるよねっていうようなところの人口の減り具合というのも、えー、まあ比較的、えー、まあ担保できている状態かなと思います。で、これ何が言いたいかというと、まあ、日本全国ではやっぱり人のこう減り方がぐっと落ちてきているんですけど、えー、企業からすると、まあ、やはりその人がきちんといるところ、もちろんあの災害のリスクとかもあるんですけど、の少ないところとあるんですけど、人がきちんといるところにやっぱ拠点を置きたいですよね、世の中人不足なので。 そういう意味だと働ける人の多いところに働く場所も確保されるので、その辺は相乗効果でこう動いていくって考えたときに、まあ、非常にこう皆さんがこれから移住、転職してくるときに、働く場所の確保っていうところでも、松本安心感がある街の一つではないかなと思いますので、こんなところも何か参考になればなって思っています。 でさらに、まあ、先ほど私自己紹介でテレワークなんて話を、まあ、妻がしてますなんて話しましたけども、えーまあ、いろんな働き方が生まれてきているというのがここ近年の動きです。えー、と例えば、えー、お城の近くにこの、えー、サザン学っていうのがあるんですけども、一、え、般、ーまあえー、松本ものづくり産業支援センターところで、えー、こういうのを作っていますとで、まあてえー。テレワークですね、コワーキングスペースだったりとかシェアオフィスみたいなところを 持っている場所になりますが、非常に綺麗で、私も何回か行ったことありますが、なんか仕事もしやすそうだなって思いながらありますし、それ以外にもですね、市内、あ、ちょっとすいません、市内ですね、コワーキングスペースとか、そういったものも増えてきています。駅前とかですね、あと松本はどうしても車の通勤が多いので、まあインター近くとかっていうところにも。 あったりしてですね多くの人たちがいろんな働き方を実現するという、まちょっとかインフラというんですかね、部分部分でそういったものができてきているなっていうのもありますので、そんなものもね参考にしてもらえればなと思います。では、松本市の外観というのは今お伝えしたとおりにして、求人状況について皆さんと共有していければと思います。 はいえー、とこのグラフなんですけども、えー、長野県の長野労働局ですね、長野労働局さんというところで、えー、取っているデータを我々のほうでプロットしてグラフにしているものですが、まあ、毎年、毎月です、ね、月末に最近の雇用情勢というものが出てきて、それに対してです、ねえーとえー、このエリアはこうだよという情報が出てきますで。これをプロットしたもので、オレンジ色が長野県全域です。 で、青色が松本広域ですね。あの松本市ではなくて、松本広域になるんですけども、えー、松本広域の、えー、ものでした。松本周辺の市町村も入っていると思っておいてください。で、えーまあ、横軸がひとつ月ごとのもので、縦軸が求人倍率になります。あの求人倍率についてですね、まあ、あの話したすと止まらないんですけども、えーまあ すごくシンプルに言うと、一を割るか割らないか、というのが一つの切れ目と言われています。一を割ると、かなり就職をする側の方ですね。求職者さんの方が仕事を探すのが難しくなってきて、一を超えていくと、えーまああの、就職はしやすくなるよというふうに一般的に言われています。 でえーまあ、左のほうで見ると、1.5を超えているような部分ですね、えーがあ,りまあ、ありますね、コロナの前ぐらい、でまあ、非常にこのときは人不足がすごくてです、ね、まあ、1.5を超えるっていうのは、非常に、まあ、逆に言うとすごいことでして、まあ、そういう中でこう人が欲しい、人が欲しいというふうに盛んにやっていました。 でコロナが少しいろいろ出てきて、かくんとやっぱ求人がの倍率が落ちていくのが、2019年の3月ぐらいからでしょうかね、このあたりから落ちていきます。 で実はリーマンショックのときはもっとカクンと落ちたんですが、えっ、ー、と、やはりこう、いろいろ補助金とかもあったり、あと、企業そのものがやっぱりリーマンショックのときに人を雇うのを完全に止めてしまったことによって、その後すごい痛い思いをしたってことがあるので、まあ、ものすごく落ちるとこにはならなかったんですが、やっぱり一をちょっと下回る時期があって、それがあの2020年の6月ぐらいです。このくらいのときにそこをカツッと打った状態です。 で今どうなっているかというとそこから基本的にはこう上がっていっている状態ですので企業からするとまあ、なかなかまだまだ大変な状況を抱えてはいるもののちょっとコロナの先を見据えてまあ、人を取っていくということを再開しているということです言い換えるのであれば今移住転職をするというのは企業からすると人が欲しいという状況ですので皆さんにとってはまあいい機会かなと思いますのでこのタイミングをですねちょっと大事にしてもらえたらなっていうふうにも 思っておりますでしょでさらにさっきの,あの最近の雇用調整の、まあ、一番新しいものをちょっとプロットしてるんですけどもあのここにはいろんなものが載っていて業種別の求人と給食の関係ということでこんなもあの紫っぽい棒グラフですね。 求人数ですで、えー、緑っぽいというんですか、エメラルドグリーンのところは、えー、この求職者さんですので、求人の数がものすごく多くて、えー、求職者さんの数が少ないということは、企業は人が欲しくて欲しくてたまりませんという状態ですねあの、募集しても募集しても見つかりませんという状態ですので、いわゆる皆さんからすると、給、え、食、ー、に、仕事にを探しやすいということです。 見てもらって分かるとおり、ほとんどの職種において、紫の方が長いということが分かります。一部事務的な職業というところだけ逆転していますが、これもですね実は昔はもっと逆転現象がエメラルドグリーンがぐんと長くて、紫がそこに届かないという感じだったので、結構行ってこいというか、同じぐらいになってきてますので、そういう意味だと働くという選択肢をですね皆さんの方から探すというのは、 決して難しくはないというような状態になっています。であのご質問の中にも、ね、事前にいただいていたりとか、まあ、年齢とかも考えると大丈夫でしょうかということもありますが、もちろんあの全く年齢が関係ないといえば嘘になってしまいますがあの、やっぱ探し方とか根気強さみたいなものは大事ではないかなと思いますので、まあ、あの状況的に決して悪いわけではないよということを、まあ、この図では伝えたいということになります。 こちらはですね、えーとまあ、スライドのみで、あのこれはあの長野、えーと、いわゆるハローワークさんと私たちの民間の、えー、こういう職業紹介をしている会社さん、会社に提供しているものの、まあ、大体1ヶ月ぐらいの,、えー、その求人の数ですねの、しかも松本エリアのものになっています。 で、えー、こんな感じで業界で言うと、えー、こんなふうに、えー、ばらついていますということで、えーまあ、社会福祉とか介護とかっていうのは、いずれずっと多いんですけども、<laughs> あのちょっと変わってきているなとか、宿泊業とか飲食業とか、えー、本当にこう1年前とか2年前とかパターっとなくなったところが少し増えてきているっていうところが、えー、あります。 で、他の業態もですね、少しずつ求人の方を増やしてきているというところもありますので、業種もだいぶこうまんべんなくなってきているかなという感じにはなります。これが業種の方ですね。<laughs> で、職種の方になると、えー、こんなふうにやっぱなっているということで、えー、事務系のようなお仕事もありますし、接客のようなお仕事に関してもあります。営業に関してもそうですね。なので、まあ、非常にこう、えー、まあ、多岐にわたる職種で、少しこう、えー、なんていうのかな、こう、まあ、間口がまた開いてきているっていう状況、さっきの求人倍率と一緒なんですけども、つながってきているので、このあたりも皆さんにとっては、ポジティブな要素に働くんじゃないかなと思いますので、参考にしてもらえたらなって思います。 まああのねなかなかこう全体のグラフだけでもだと自分はじゃあどこに当てはまるんだとかいやそれが本当に自分にとってメリットがあるのかっていうのは多分あの個別で相談してみることでよりえ分かってくるかなと思いますのでそういう意味ではこうえあのいろんな支援がねある中でちょっと個別にやっぱ話を聞いてみるっていうのは自分のことをやっぱ情報を出すのは結構大事だと思うのでそういうふうにしてこうお互いにえ情報をこう 重ね合わせていくようなことができると、転職はうまく進むかなと思ってます。そういう中で,で、移住・転職を考えている皆様、松本に行きたいよって言ってくれる皆さんにからよくいただくご質問、ご相談というところになります。まず、結構一番ぐらいに多い,かな多いのが、車必要ですかっていう ご質問でででですすすすす聞きやすいっていいいととうううののもあると思うんですね言い方変えれば電車バスの通勤は可能ですかという話です先ほど、駅前のほうにも、ね、事業所、多いですよというところがあったので、まあ、全く無できませんとか無理ですというわけではありませんが、やっぱりあったほうが良かったりします、あの工業団地なんかはやはりこう車があったほうが圧倒的に通勤しやすい、バスが全くないわけではないですけど、やっぱりそんなに本数があるわけではないので、車のほうはまあ必要性は高いと思ってください。 で、あの、今、車もいろんな購入の仕方ですね、があったりするので、まあ、あの、最初はどういうふうに買うのかとか、実はもう10年ぐらい前のときにこういうセミナーをしているときは、まあ、まずは中古車ぐらいからどうなんですかね、なんて話もしてたんですけど、まあ、必ずしもそうじゃなくても、あの、今だと、こう、まあ、ザンクレとかサブスク型とか、いろんな形で、まあ、えー どこまで所有するかみたいなものも含めて選択肢が増えてきているので、まあ、用意してみるっていうことも昔よりはちょっとこう手が届きやすくなったかなと、ただ、まあ、やっぱりね、大きな買い物にはなりますので、えー、あらかじめちょっとこう準備しておくっていうのは大事かと思います。 実際の面接ですね、先行に入った際に、面接会場までの交通費って出ますかねとか、送迎ありますかっていうところですが、えまあ、本当に企業さんによりますというところとか、あと、私たちは、あの、転職のエージェントもしているんですけど、転職のエージェントにもよる、よります。あの、やってくれるエージェントさんもいるし、えまあ、そこはもうご自身でお願いしますというところもありますが、そういうところで、まあ、ちょっとやっぱ準備しておくのがいいかなと、あの、ちゃんと、え時間と、 ね、とかも抑えて余裕を持ってやっていくっていうのはもちろんですがそこに費用もかかるのでその辺もちゃんと抑えとくっていうのは大事です。 で面接ですね、土日や夜にやってくれますかというご質問も、えー、あるんですけども、基本的に土日が休みの会社は土日にやるということはあまりないと思ってください。えー、夜に関しても、どこまでを夜に取るかわからないんですが、基本的には、えー、企業にとっては、えーまあ、人が欲しいものの面接とか選考というのは会社の業務の一環なので、著しく業務時間を外れたときには対応が難しいというふうに思っていただければと思います。 オンラインの面接ですね。これは非常に増えてきました。最初の1回目とか、 オンラインでもやるのが大体増え、まあ、ツーレートまでは言わないですけど、増えてきています。特に移住者の皆さんですね。まずはオンラインでちょっと話してみようかっていうようなことが増えてきています。で、最初から最後までオンラインだっていう会社もないわけではないですし、結構終盤までオンラインでっていう会社もあったりするので、それこそ3、4年前、コロナがこんなに動き出してしまう前に比べると、皆さんがその企業さんに足を運ぶという、 時間とお金の労力っていうのは減ってきているというのがありますので、これはも皆さんにとっては追い,かえ追い風かなと思うので、うまく使ってもらえればなと思います。 の転職先の企業から転居ですね。まあ、実際内定して転居するまでの費用出ますかというところですが、実はこれも会社によってまちまちです。10万円ぐらいまで出すよというところもあるし、えー、まあ本当に GP 分でというところもあるし、ちょっとそこはやはりご自身でご負担くださいというところもあったりなので、あらかじめこう内定が出たあたりで企業さんと相談してみるというのはいいんじゃないかなと思います。 あと、これもですね、子育て機の方々からとても多くいただくものです。子供の小学校入学とか、あと保育園ですね、まあ大体5、3歳以上になったときに、そこに合わせて入社、入社したいんだけどと、可能でしょうかというところですが、企業さんも最大限配慮はしてくれます。ただ、 例えば今ぐらいの時期に内定が出たとして、じゃあ4月入社にしてくださいって言われると、企業さんちょっとこう不安になってしまうところもあるので、その場合は多分、えーと、年明けぐらいからの入社にして、ちょっと最初の数ヶ月ぐらいはこうオーバーラップしてしまうことを、えー、踏まえておいてもいいかなとは思います、まあ。絶対とは言わないんですけど、そういうこともやっぱり押さ、えー、えておいていいと思います。 あと、は増えてますよね。共働き世帯増えていますが、どうやって転職を進めたらいいでしょうかと。えー、まあ理想としては、きっと夫婦同時に転職先が見つかって良いンだと思うんですけども、えー、まあどちらか。 がまず見つかった上である程度拠点を抑えていくとか、まあさっきの二拠点ではないですけど少しこう、えー、時間のこうタイムラグを作ってでも、えー、まあ転職をしていくっていうのがいいと思います、えー。同時じゃないと難しいっていうのも分からなくはないんですけど、やっぱり受け入れる企業がそれぞれなのでその辺はやはりこう、えー、難しい。だだから必ずしも男性からやらなきゃいけないとかそういうことでもないので、あのそのあたりはこう柔軟にあの家族で話をして決めていくっていうところかなと思います。 女性から決めてるケースも結構ね、私の中では見てきています。さっきあの、サザン学の話もしましたが、拠点ですね、テレワークですね、どうですかとか、副業ってどうですかっていう話です。首都圏はだいぶ進んできているような話も聞こえてはきますけれども、まだまだ少し腰が重いかなというところは、正直なところゼロではありません。テレワークも、やっぱりこう、企業さん の方が、えー、やらなないと言っててるわけではなくて最初はやっぱり会社の人間関係とか、えー、なていうのかな、まあ、仕事きちんと覚えてもらうっていう上で、まあ、会社には来てほしいっていうようなところもありますし、まあ、うちの会家はあの妻が週5でほぼほぼやってますけど、まあ、週3ぐらいだったらいいよとかね、少し条件が入ってくるようなところも出てきますので、この辺もちょっとポイントです。 で副業に関しては、まあ、まだまだ少ないですけど、でもやっぱりこう、えー、ちょっとずつ出てきていますねで。やっぱり悩ましいのが、地方と首都圏の差っていうのは、お給料の水準の差がちょっと出てきてしまうので、まあ、副業をきちんとな、えーね、りわいとして持てる方であれば、多少こう入ったときのお給料が、まあ、ちょっとこう、ね、目的に達しなくても、な,なんとか正義立てられるんだけどっていう。ねあの 個人の事情も非常によくわかるので、まあ、その辺も企業さんともご相談ではあるんですが、あの、ご相談のポイントですね。さっきの入社時期もそうなんですけど、えー、面接の段階からあまりそういう相談をするというよりは、基本的には、え、内定が出て、そこで調整をしていくっていうのが、まあ、おすすめかなと思います。あと、多いのは年齢が高いんですけど、求人ありますかというとこですが、やはり求人の探し方だと思います。あのー、いろいろこう、 求人媒体ってあるんですけど特に、えー、地方はですね、ハローワークさんの利用っていうのは企業さんも多いんですね。で、一方で多分皆さんがこう手軽に見れるのって、えー、とインターネットで探すこう民間の、えー、特に大手の、えー、店主君のサイトが多いと思うんですけど、そうするとやっぱこうそこにこう企業さんの、えー、マッチングの度合いっていうものが、えー、ニーズの、ね、違いっていうところがあって、うまく見つけづらいっていうのはあったりします。あの大手さんが悪いと言ってるわけではなくて、その多分、戦の,せせんじゅあのマーケット とっていうかそこの注力部分が少しずれているっていうところになるんですが、そういうところがあるので、調べ方みたいなものが一番大事かなと思います。補助金ですね、補助金等々に関しては、ちょっと市のほうからも後ほどガイドがあると思うので、一旦ここは行きますが、移住創しし業支援金というのがありますので、そういったものも活用できる方もいらっしゃいます。結構条件がいいいろろ分かれますはい あと、移住に関する情報を集めたいのですが、というのはこれ、後半少しお話ししていきたいと思ってますが、あのいろんな集め方がありますが、やはり地方は情報が分散していて、決して多くないので、そのあたりもちょっとポイントかと思います。<laughs> 少し先の移住転職ですが、今のうちにやれることありますかということですね。これもあの我々支援している中で、やっぱり1年越し、2年越しという方いらっしゃいます。それで無事転職できましたよかったですという方もいらっしゃるので、少し先を考えている方は、まずはどんな会社が地域にあるんだろうか、松本にあるんだろうかというところが、私は第一歩じゃないかなと思います。 まあその上で、自分はなんで、こうね、松本に行きたいと思ってるんだっけとかっていうふうに言葉にしていくとか、その自分のことをちゃんと言葉にするのと、会社のことを知るっていう、この2本立てを、こう、ちょっとゆっくりですけど、進めていくっていうのが、うまくやっていくポイントだと思います。企業や求人の調べ方についても、後ほどお伝えできればと思います。 あと、転職活動の有利な時期ってありますかっていうところなんですけど、まあ、えー、私もこの転職の関係の仕事をしてますけど、正直あんまり年間通してこの時期がっていうのはあんまりないです。 どちらかというと求人が出たときに自分がポンと動けるかどうかっていうところの方が重要で、そういうためにはさっきのやれることありますかっていうところで、書類は事前にちゃんと作っておくとか、エージェントさんと細かく情報共有しておくとか、そういうことの方がうまくつながっていくかなと思いますので、この辺も皆さんがですね、進めていくときのポイントかなと。どうしてもね、一番有利な時期にっていうのはあるんですけど、 転職の場合って、欠員補充ってこともありますし、事業方針のこう、えー、大きな転換期とかもあったりしますし、まあ、理由がさまざまなので、あんまり時期がないんですね。強いて言うのであれば、比較的大きめな会社、中継以上の会社になると、あの新卒の時期ってのがあって、まあ、大体2月ぐらいから4月、5月ぐらいまでって、めちゃめちゃその辺が忙しいので、少しその辺は中東採用、ちょっとこう優先度が下がり気味になるな。 これも肌感覚ですけど、あるので、そこを少し外すといいかなと思います。はいはい、ということで、続いていきたいと思いますが、転職までのステップ、コロナ禍で変わったことや変わらないことなんていう話をしていきたいと思います。あの先ほどね、どうやって進めたらいいでしょうかっていうような、まあ、よくある質問なんてありますが、そこともちょっと伝えていきます。 であの企業のことを調べましょうっていう話を先ほどしましたが、まあ、本当にじゃあ、じゃあ、本当に一丁目一番地の一番最初は何だっていうと、えー、松本にじゃあ、行、え、き、ー、たいなと思ってくれている、まあえー、あと U ターンであれば戻りたいなと思っている、えー、いろんな理由があると思いますが、その動機や理由をちゃんと言葉に、まあ、人に伝えられる言葉にしておくということが、すごく重要になります。 別に転職に限らないんですけど、私たちは誰かにこう質問をして答えをもらうときに、質問そのものが抽象的とか曖昧で漠然としていれば、答えも漠然としていきます。えー、あの例えば、松本に、ね、行きたいんだけど、松本好きだから。 って言って、言われれば、あいいね、それは素敵だよね、あのぜ,んぜ,んぜひ待ってるよ、みたいな感じで友人が言ってくれるんだけど、だけど、それ以上の答えはあんまり出てこないんですね。行、ね、きたいと思ってるんだけど、今、私はこういう仕事をしているんだけど、こういう感じの仕事をしている会社ってあるかなっていうふうな質問をすれば、当然答えも変わってきますよね。で、あの自分の背景であるとか、やっぱりど,どうして行きたいとかっていうところとか、まあ、動機みたいなものを明確にすればするほど、えー その答えも明確になります例えば時期みたいなものもそうですね、大体いつぐらいまでにどうしたいんだなんてことも言ってくれるのと、えーまあ、いつか来たいんだよねっていうところでは、えー、答えが変わってきますので、うん、動機や理由をちゃんと明確にする、えー、言葉にするってことをしてください。はい、でその言葉にできたら、初めてこう相談をしていくんですけど、まあえー、大切な人にきちんと相談しましょうということで、えー、まずご家族がいらっしゃる方はご家族ですね。 えー、でも一緒に住んでいる人もそうですし、まあ、あの若い方であれば親御さんとか、えー、U ターン会いたいの中でも、U ターンの方は特にじゃあ、松本に戻ってきたいんだけどっていう話を、まあ、自分の両親に、まあ、しておくっていうのも結構大事かなと思いますで。決まってから言ったらいいんじゃないかなとか、ね、あとはまああの家族、ね、みんな松本好きだから、松本で転職するって決まったら喜ぶだろうなと思って、決まってからサプライズみたいなことを考えていらっしゃる方も実際い、い 以前いたんですけど、大体そうすると家族からびっくりされすぎちゃって、えっと、ちょ、ちょっと、ちょっと、ちょっと待ってみたいな感じになっちゃって、ブレーキがかかったりとか、まあ子供さんが自分の、ね、友達と離れるのが嫌だって言って、えー、もう泣きじゃくって泣きじゃくって、泣く泣く諦めるみたいなことも、えー、あったりとかします。なので、サプライズとかですね、あと、アイターンの方で、まあ知り合いの方に、えー、ね、あのー、ちょっとあんまり言うと迷惑かなとか、あんまりこう、負担かけちゃいけないかなっていうふうにして言わないでおくと、 実は言ってくれればこういう会社あったのにとか、あとこの会社に入るって決まったんだけどって言ったら、その会社ですかみたいな感じの、ちょっとあまりおすすめできないんだけどみたいなこと、を後から返ってくるみたいなこともあるかもしれません。つまり迷惑かな って思ってしまって、あの情報が得られなくなると、まあ、せっかく、ね、ご友人とかもなんかしてあげられたかもしれないのにしてあげられなくなってしまって、ちょっとそれはそれで、もったいないかなと思うので、まあ、サプライズと迷惑かなっていうのは、これはもうやめてもらった方がいいかなと思いますので、きちんと大切な人に相談してみてください。例えば、あのこんな感じですね、えー。誰に何を相談するのっていうところです。ね、ご家族であれば、えー ね、ご家族には何を相談するんだろうか、友人であれば何を相談するんだろうか、えー、もしかしたら同僚にっていう人もいますけど、じゃあ同僚に何を相談するんだろうかですよね、えー、いうところが出てきます。 であの今、同僚にという話をしましたが、個人的には会社の仲間とか会社の人に伝えるのは、えー、フェーズがもうちょっっとと進んででからで私はいいと思ってい思てますよくなかなかね、自分が辞めるってなると、大人から会社に早めに言っとかなきゃっていうふうに、今いる会社にすごくこう気持ちを向けてくださる方いるんですけども、えー、会社も急に言われても、まあ、もとて決まってないことを言われても、何もしてあげられない。 ですね、あ、そうなんだ。で、まだ住んでいればいいんですけど、あの会社さんによっては、じゃあ辞めると分かったのであれば、うんっていうような感じで、あの決まってもいないのに、皆さんの評価が下がってしまうなんてことも、えー、今までのケースでないわけではありません。なので、あのまあ、会社に関しては、基本的には内定が出たくらいで、私は十分だと思っています。どうしても心配で心配で、やっぱ会社に迷惑かけたくないなっていうことであれば、まあ、そういう会社であれば、きっと信頼できる上司がいるんだと思いますので、 信頼できる上司に少し軽く話をしておくぐらいにどめておくといいんじゃないかなと思います。そういうときにもさっきのステップ1のきちんと言葉にできる動機が必要だってことになりますので、そのあたりも押さえておいてください。 その上で、今度は3番ですね。今日のこういうセミナーもそうなんですけど、情報源の整理なんていうところがとても大事です。移住であったりとか、働くであったりの情報収集をきちんとして、視野を広く持つ、視野を広く幅広く集めた情報で、自らじゃ何をしていくのかなっていう、ね、こう、まあ、地図が描けるようにしておくってことが大事です。 でその上で、まあ、現地にぜひ足を運んでみましょうというところです。今、少し、ね、行動制限が緩やかになってますので、えー、まあ動くことがしやすくなってきたのかなとも思いますので、まあ、現地に足を運んでみるなんていうこともできなくはないのかなと。でその時に、まあ、どうしても、ね、あの松本って観光地でもあるので、あの観光目線で見たくなるんですけども、えー、それだけじゃなくて、ちょっとこう街を見るときも、えー、ちょっとね目線を変えてみてもらうといいかなと思います。 あの観光や気京ではなく、仕事を探すという視点で見てもらうと、えー、新しい情報が入ってきます。さらには生活のシュミュレーションですね、えー、地方イコールお金が安くなるは、えー、実は幻想です。 地方だからかかる費用もあります。もっと言うと、地方都市と首都圏で変わらない費用もいっぱいあります。例えば保険ですね、皆さんが入られてるかもしれませんが、保険なんていうのは別に地方価格というのはありませんよね。そういうものでかかる費用っていうのは変わらないものもあるし、例えば、松本といえば冬は少し寒いですので、光熱費というところでは、あったかいところよりはかかるのかなっていうところもあります。 で安くなるものももちろんあります。当然、住居費とかです、ね、外、えー、食費とかそういったものは安くなりますし、えー、いわゆるこう余暇にかかるお金というのも比較的抑えられますので、そういったところでは安く上がるんですが、じゃあ何がどんな感じでっていうのは、やっぱりシミュレーションが必要かなと思います。で、この3つ目の、ね、横越しのステップをちゃんとやっとくというのが、えー、実は転職のときにすごく大事です。 でその上で4番ですね、先行の準備をきちんとしていただいて、まあ、意思を固めて、まあ、知識を補強して、えー、書類をちゃんと作ってやっていくと。でその下に、公民の就職支援サービスをって書いてあります。ここすごく重要です。えっ、ー、と、民間ばっかりを使いすぎてもあの、やっぱり出てくる求人が同じようなものであったりとか、あと、えー、民間はやっぱりこう利益の有益の 優先率が高いので、まあ、すごいたくさん声がかかってくるんですけど、皆さんとしてはやっぱり働いている時間とのやっぱりこうトレードオフになるので、できる、ね、行動できる範囲って限られてくるので、たくさん民間ばっかりを使えば必ずしも決まるかということではありませんので、まあ、ハローワークさんとかですね、そういったものも上手に使うっていうのが私は大事だと思います。 でその上で、まあえー、無事こう、先行が進んで内定が出てくるところで、えー、転居は転職に向けた準備を進めていきます、えー。アパートとか家などはどこにしようかっていう準備。えー、あと、現職への退職移行を伝えるとかですね。でそこで改めて、こう、スケジュール感を、えー、考え、あの まあ具体的にして、で、会社に対して、今、内定が出た会社に対しても、あの予定通り行けるのか、少しちょっとご相談させてくださいなのかってものがまた見えてくると思いますので,で、そんな感じでやっていくとうまくいくかなと思います。で先ほど、仕事目線で見ましょうねってやったんですけど、皆さん、ちょっとあの、えー、こんな感じです。皆さんのお部屋にある赤いものを教えてください。 ね、あのあのチャットに入れてもらってもいいですし、なんとなく見てもらってても大丈夫です。お部屋の中にある赤いものないかなみたいな。えー、どうですかね。うちは、今日私、家でやってるんですけど、あの子供の子供の服の中に赤いものが入ってますね。はいえー、今、エアコン入れてるんですけど、エアコンのランプのところにちょっと赤いものがあったりしてますね。はい、これが結構大事。 なんですで。どういうことかというと、えーまあ、今、赤いものという話をしましたが、働く場所を、えー、教えてくださいとか、探してくださいって言われると、私たちの人間の、えーまあ、脳とか目っていうのは、そこに意識を向けるようになります。なので、普段観光できていると、目に留まらなかった会社さんの名前とか、えー、こんなところに会社あるじゃんとかっていうことが、あの歩いていたりとか、車を走らせていたりとかすると、目に留まるようになります。 目に留まるっていうことは、そこから先で調べやすくなりますので、ぜひその部分をちょっと赤いものならぬ、働く場所、働くということを注力して探してもらうといいかと思います。さっきのステップのところですね、先行の準備というところですが、大きくまずはこうハローワークだったりとか、転職支援ですね、民間の転職支援のサービスできちんと登録をするということをしましょう。 でそうすると、まあ、どんなサービスでも大体、履歴書と職務経歴書という書類の作成を促されます。でこれがないと、基本的には企業さんに就職の意思が伝えられないので、これが必須になります。で、それと並行して、まあ、企業の情報収集ということが必要になりますし、まあ、松本といっても松本とっても広いので、えー、じゃあ、どこら辺に住むかみたいな転居場所の整理なんてことが必要になってきます。 でその上でこう、えー、企業さんが見つかって書類選考をすると、まあ、書類選考がされ、面接が1回、2回っていうふうに動いて、えーまあ、内定っていうところで、大体ここに1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかると思ってください。えーまあ、早いところは、ね、面接1回でポンと決まったりもするので、まあ、あくまで目安ですが、まあ、このぐらいになります。 で内定をいただいてから先ほども言ったとおり、今の会社に退職の意向を伝えたりとか、転居の準備ってことになるので、移住の伴う転職の場合は、大体2ヶ月から3ヶ月ぐらいは企業さん待ってくれます。これも昔より伸びました、昔はもうちょっと早く来てくれっていう声が多かったんですけど、まあ、企業さんもきちんと入ってくれるなら、そのぐらいはっていうふうに言われる企業さんが増えてきています。 ただ、会社さんによっては事情があるので、ちょっと早く欲しい、てほしいっていうことがあれば、その事情と、皆さんの環境の事情と、きちんと相談をした上で、話をしてもらうといいと思います。結局、そこで折り合わなくて、じゃあ、いいですねってなれば、本当はもう1ヶ月待って、プラスアルファで待てば見つかった人が、また一から探すってことになれば、結果的にはもっと長くなってしまうので、企業さんも理由がちゃんとしてれば、そんなに絶対絶対っていうことにはなれません。 ただ、まあ、今この絵を見てもらって分かるとおり、まあ、逆算すると半年ぐらい見ておくと無難かなというところです。まあ、それも求人がポンと出てきた場合っていうところになりますので、人によっては長期戦になることも考えておくといいと思います。ざっくり線を引くとこんな感じでしょうか。えーね、こんな感じで8月のところから、後半からスタートしていくと、えー、書類選考準備して、 っていうところで、まあ、トンと、えー、企業が見つかれば、9月の頭ぐらいに、えー、もしかしたら、えー、最速で面接が決まるかもしれません。で、そこで筆記試験とかが入ってきて、で、えー、っと、面接が2回、3回とかっていうところになって、ね、結果的には、まあ、12月以降、まあ、年明けぐらいに就職になるっていうようなイメージが、えー、まあ、一番最速なのかなっていうところです。で、あのー、先ほどオンラインの面接増えましたって話をしたんですけど、これ、あのものすごくいいことを、 なんですけどただ、オンラインの面接が増えたことによって、面接の回数が増えてる会社もあるんですよね。まあ、まずはちょっとお互いに話をしてみましょうみたいなものをオンラインで1回みたいなところにして、でやっぱりこう先行として来てくださいみたいな、今、まあ、まで2回だったんだけど、計3回になってますみたいな会社さんも増えてきているのもまた事実なので、まあ、ちょっとあの移動こそ少ないんだけど、時間の確保っていう意味では、お仕事休んだりとか、まあ テレワークされている方であれば、中抜けしたりみたいなことができるのかなみたいなことも、ちょっと今のうちから押さえておくといいかもしれません。であと、書類ですね、まあ、今日あは結構若い方もご参加されていますので、えー、改めてちょっと履歴書と職務経歴書を押さえておいてください。えー、まあ読み上げてもしょうがないので、あれなんですが、まあ、履歴書っていうのはどちらかというと、歴史を淡々と記載する、皆さんのキャリアを淡々と記載するものです。 職務経歴書というのは、もう少し人となり、あと働きぶり、あと働く上での価値観みたいなものを押さ、えー、えていくものになるので、えーまあ、ちょっと必要な情報を少し載せ方が違う、角度が違うよっていうところを押さえておいてください。あと、職務経歴書も履歴書も志望動機みたいなものを書くところがあります。 え、ま、企業に本当に行きたい企業がポスッとあって、それが、あの、志望動機にポンとかければ一番いいんですけど、やっぱり転職ってタイミングのものもあるので、え、望動機以上に自己 PR を厚めに作っておくことによって、だから私はそういう仕事がしたいんです、できるんですっていうことを、え、アピールしておくといいんじゃないかなって思います。あと、履歴書のお写真ですね、最近もういらなくなってくるようなっていう動きが世の中ではある一方で、まだまだ、え、ま、これは別に、 地方だからに限らないですけど、写真が欲しいという企業さんはあったりします。えー、なので、えー、まあスピード写真とかでもいいかなと思います。あのスマホの,あの履歴書カメラみたいなのですね、最近あるんですけど、私もちょっと何回か試したことあるんですけど、結構難しいなっていうのが正直なところなので、あのとりあえずあればいいというよりは、まあそ、それなりにやっぱ写真を貼る以上は、 自分なりきに納得したものがいいんじゃないかなと思いますので、スピード写真でもかなりきれいに撮れますので、そんなところも参考になればなと思います。よいしょ。ぜひ自分のことを正しく表現して、まあ、あの棚卸ししておいてください。あのーね、移住の 転職のセミナーでこんなことをいちいちっていう実はリアクションをいただいたこともあるんですけど、結構ですね、あの私たち支援しているとここができていなくて、何が一番陥りがちかっていうと、あの会社によってその人ができていたことと、その会社という、えー、まあ一応こう、ねえー、支えてくれているものを一回ちょっと外したときに自分は何ができるのか。 っていうものをうまくこう、えー、分解できている人はあの書類も分かりやすいですし、まあ、企業さんにも上手に伝えられるんですね。ところが、えー、今いる会社さんの看板を取ったままえっ、ー、と転職活動をしようとすると、それが外されたことを企業は見てるんですけど、えー、話す側はそこがくっついちゃってるので、なんとなくそこにこう意見の相違というか見た目の見た感じの相違が出てしまってうまくいかないっていうことがあります。 ぜひ、まず自分としてどうなのかみたいなところを押さえていくのが一つです。あと、もう一つ大事なのは、やっぱ会社さんの情報をちゃんと押さえるということです。どこに行きたいのか、どんな会社なのか分からないのに、やっぱ受けるっていうのはちょっと難しいです。 あの最初、書類のベースを作る段階で、そこまで分かってなくてもいいんですけど、やっぱり書類選考まで行ってるってことは、その会社のことを受けてるわけですので、その会社のことをちゃんと調べるっていうことをしてるかしてないかっていうのは、結果に大きく差が出ます。結果っていうのは内定が出る出ないもそうなんですけど、その後の処遇とかにも影響が出ますので、ちゃんと押さえておくといいんじゃないかなっていうのが私の意見です。 あと、えーまあ、とりあえず応募ですね。あの今、えー、スマートフォンからとかでもです、ね、簡単にこう、えー、転職の支援って受けられるようになって、すごく便利でいい時代になったなと思うんですけども、えー、その一方で、えーと、地方ってどうしても企業の数が限られるので、とりあえず書類を投げていこうっていうと、書類があんまりこう、なんていうのかな、練、えー、られてないまま投げて、結果的にはどの会社でもうーんってなってしまって、 何て言うんですか、ごめんなさいっていうのが続いてしまうと、じゃあ、私はどこを受けたらいいんでしょうっていう状態になってしまうんですよね。それはもう、あの、分母が少ないからなんです。なので、えー、まあ、きちんと書類を作るのがいいかなというのが私の意見です。で、まあい、もう一つの理由としては、在職中の方は何社も何社も先行に、えー、業務の合間を縫って,ってのは難しいということがあるので、まあ、時間をどうやって作るのかっていう意味でも、えー、そこにつながります。 あと、まあ、次の次の転職っていう言い方をしてますが、まあ、今回、移住転職を果たした後に、もう5年ぐらい経った時に、もうちょっと別の仕事をしたいなとか、もう少しキャリアアップしたいなとか、いろんなことを考えた時に、 あこの会社、その5年前に書類投げちゃったなって言ったときに、えー、絶対転職できないわけではないんですけど、少しこうハードル上がってしまったりとか、まあ自分の中の心持ちみたいなものもあったりするので、まあそういったところのリスクも考えると、まあできれば1社2社ぐらいをベースにやっていくのがおすすめかなと思います。あの企業を調べるときはたくさん調べてもらってもちろんいいですよ。なんですけど、実際に進めていくってときには、やはり人の体は一つなので、それが許す順番で、まあ 優先度をつけて進めていくっていうのが私はいいんじゃないかなと思います。 これは、あの、転職のサービスですね、によって、え、進め方ややり方がまちまちですので、ぜひ、そのサービスを進めるときに、どうして、どういうふうにやっていくのかっていうのを、え、押さえておくといいと思います。あの、一社ずつやっていくっていうのは確かに今、ね、いいように聞こえますけど、言い方変えればスピード感は落ちますので、え、急いでいるんだよっていうことであれば、やはり今言ったのは、え、もしかしたらそうはないかもしれないっていうところになりますので、押さえておいてください。 ただ、どんなに急いでても、やらなきゃいけないことは、自分のことの理解と会社のことを知ることです。ここをいい加減にして、早く決まるってことは絶対にないので、たくさん受けるならたくさん受けるで、その分の時間をちゃんと確保するってことを忘れないでおいてもらいたいなって思います。 あと、えーまあ、先ほどから出ているオンラインの面接ですね。えーまあ、だいぶ皆さん、ズーム慣れしてきてるので、今、さらかなと思いますが、えー、ネットワークですね。えー、皆さんのお部屋は、ネットワークはどうでしょうかね。少しこう、えー、皆さんとこうお話をしていると、あの何名かあの入ったり出たりっていうのを見たりもするので、もしかしたらお部屋のネットワークが強調しが悪いとかあるかもしれません。えー、ぜひ、ちょっとその辺も考え、あの面接のときはね、えーまあ、例えば私もないか、ね。 見えないいでででですすね有線ケーブルでつないでるんですよそうすると、ちょっと回線安定しますっていうところと、あとどうしてもうちちょっと電波悪いんだよねっていうことであれば、まあ、ポケット w i f i とかがワンデーレンタルとかやってたりするので、そういうのも試してみるのもありかもしれません。 部屋の整理整頓とか、あと、あのマイクがね、見えるあの、ちゃんと声が届く状態になっているかとか、イヤホンちゃんと聞こえるかとか、そういうのがいいと思います。あのイヤホンは面接のときは有線の方をお勧めします、えー。Bluetooth だと充電し忘れだとか、ちょっと通信障害とかっていうリスクがまだまだあるので、えー、別にベースはあの Bluetooth でもいいんですけど、あのちょっとトラブったときに有線に切り替えられるようにしておくといいと思います。 あと、オンラインは今日は Zoom でやってますが、Zoom とマイクロソフトさんの Teams と、あと Google が提供している Meet、この3つがかなり多いので、この3つは無料で皆さんも使えるので、事前にテストでプライベートな設定とかが残らないようにとか、あと画角ですね、を調整しておくことをお勧めします。 あと、えー、面接のときは5分前入室ですね、えー。どうしてもなんかこのオンラインの会議とかに私、だいぶ慣れてきていて、かなり直前入室、えー、が増えてきていますあの。セミナーとかこういうのは全然いいと思うんですけど、あの面接とかになると、やっぱ企業さんもあのその辺でこうちゃんと来るかなと思いながら、えー、待っているので、まあ、5分前ぐらいの入室があの私はいいんじゃないかなと思っていますあの。明確に5分じゃなきゃいけない理由ってないですけど、少し早めに入室しているほうがいいと思います。 であの繰り返しますが、オンラインの面接は増えました。で増えて便利なのは企業さんも思っていますが、あの企業さんからよく聞くのは、まあ、便利で、ね、いいと思うんだけど、そうは言っても先行なんだよねっていうところで、お互いにやっぱ緊張感を、えー、持ってやりたいよねっていうふうに、えー いうことがあります。これは実は企業さんからも言われますし、給食者さんからも言われたことがあります。給食者さんも企業さんが、なんかあまりにもこう、なんか準備ができてないままスタートしたなんてことで、少しモチベーション下がっちゃったなんてこともあるので、お互いにやっぱ面接ってお互い時間を確保しているので、それはオンラインであろうが対面であろうが一緒なので、余計なものが入り込まないようにするといいかなと思ってます。 さっき言ったワンデーレンタルなんていうのはこんな感じで、まあ値段は当時の価格なので、またちょっと変わってるかもしれません。だいたい1日500円とか600円ぐらいで借りれる感じが、あの、私の感覚です。まあ予備持って中 2, 2日ぐらいやったとしても、まあ1000円ちょっとぐらいで足りるので、えー、まあ、そのキャリアもいろいろソフトバンクさん、ドーコモさん、英雄さんとかあったりするので、そういったものも見ながら対応して、自分の持ってる携帯とかとね、相性なんか見ながらもできるかなと思います。 であと喋るときですねあの、イヤホンマイクでもいいんですけど、聞こえづらいよってこともあったりとか、あのイヤホンマイクだとこ、こうやって喋らないと聞こえづらいっていう人も中にはいて、えー、それとっはやっぱも、面接難しいので、まあ、私なんかピンマイクに入れて使ってますけど、まあ、USB でつながるピンマイクですけど、まあ、こういうものとか、あと,あの、えー、とスライドにあるような縦型のものとかも、えー、マイク型のものなんかもいいかと思います。 で、右にあるバーチャル背景は、まあ、友達とかと遊ぶときについついこういうことをやったりとかっていうのもあると思うんですけども、これが残っちゃって <laughs>、あの、面接時にパニックみたいなことがあります。あの、別にこれが、そのも分がものすごい悪いっていうよりは、多分自分自身がもう、あの、パニックになっちゃうので、あの、平常心が保てなくなることが多いと思うので、そうならないように気をつけていただくといいんじゃないかなって思います。はい。ということで、ここで一回1時間経ちましたので、5分ほど、 休憩を入れたいかなと思います。あのーまあ、お飲み物を補充したりとかですね、まあ、ちょっとずっと座っていると体も凝るので、少し体回したりとかしてもらったり、えー、いただければと思います。で、11時5分ぐらいから再開したいと思います。で、再開したときには、少しここまでのところで質問があれば答えておければなと思いますので、チャット等を通じてですね、こんなことどうなのとか、あとさっき、ね、見せていたスライドがちょっと早すぎちゃったから、もう一回見たいんだけどとか、どんなことでも構いませんので、チャットに入れておいて いただけると嬉しいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。では5分ほど休憩をとっていただければと思います。また始まる頃にアナウンスいたしますのでよろしくお願いいたします。よくいただく、あ全然休憩して,てくださいね。ただ喋ってるあのだけなんですけど、ご質問でよくいただくのが、なあの松本って雪大丈夫ですかとか、通勤で雪困ったりしないですかとかっていうご質問あ。 ですけどあの、まあ、松本も広いので、まあ、あの全部とは言わないんですけどいわゆるこう、ま、街中というかあの、まあ、皆さん多くの人が通勤しているエリアというのはそんなに雪で悩まされるということは、えー、年に1回あるかないかぐらい。 のイメージです、えーまあ、雪が降らないわけではないですし、路面が凍結しないわけではないのであの凍結、凍結のリスクがないわけじゃないので、スタッドレスタイヤを履くことは皆さん知ってますけども、まあ、基本的にはなんか雪道でものすごい大変ということは、まあ、あまりないです。えーまあ、ただ、どうしてもものすごい雪が降ってしまうなんていうことがあった場合は、まあ、移住者の方々は、あのまあ、その時はちょっとまだ慣れてないのでごめんなさい。 って言って何なら一日こう休みをもらうぐらいの,あの安全面の対策をしてもまあまあそれはそれかなぐらいに思っておいてもらえればと思いますね。休む休まないはあのここで言うことではないんですけどもあのそういうぐらいの,あの、まあ、交通の感じになります。 あ事務局からですね、ここ6年、あのえー、事業所のです、ね、駐車場の行き期は発生してませんというふうに言っているので、まあ、確かにそうですね、私もや最近やった覚えがないですね。はい、で,では、えー、また再開していきたいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。はい、あの質問の、ね、時間もちゃんと作っていきたいと思いますので、遠慮なくご質問いただければと、あのやってる中でもちゃんと入れてもらえれば、あの後ほど回答たしますので、思いついたときに入れといてください。よろしくお願いします。 では、えー、転職の事例ということで、まあ、ちょっとスライドのみで恐縮ではあるんですけども、ちょっと個人の、ね、情報もあるので、スライドのみになりますが、えー、よいしょ。えー、まあ、ちょっといくつかの事例ですね。えー、まあ、あの、なんかなんとか型みたいなので入れてみましたけども、えー、じっくりコツコツと、まあ、エージェントと一歩一歩型の方でした。で、あのー、 えとまあ、40代後半ぐらいの女性でして、まああのまあ、そういったアイターン、U ターンかというとアイターンでしたと。でまあ、今までのお仕事、どんな仕事でしたかというと、まあ、事務系とか総務系とか、少し公的機関での相談業務みたいな感じの。 ところで、少しまあ、あの、転職の回数的なものも言うと、少しパタパタしていたかなと、まあ、いろんなご事情があったって感じでしたけども、でした。で、転職後はどうなったかというと、まあ、人事総務ですね、市内のところのサービス業さんのところで、人事総務に、ま、就職が決まりました。 もともとですね、まあ、勉強を非常に頑張る方で、まあ、シャロシさんの資格を自分で頑張って取ったとか、あとキャリアコンサルタントの資格を取ったとかいうのもあって、まあ、企業側が非常に期待をしてということで、えーまあ、決まりましたと。で、そうすると、まあ、やっぱ資格があれば行くよねとかって思われるかもしれないんですけど、この方実は結構何社もトライして、えーまあ、その上でやっと 内定取れたっていう感じで、実は結構かかったんですね。2年ぐらいかかっていました。で、まあきっかけはあの今年の,のやっている転職の個別相談からだったんですけど、まあそこから。まああの当社の方。 で、まあ、エージェントとして、うちのエージェントと、えーまあ、非常にこう丁寧に進めていて、まあ、丁寧っていうのはあの、うちのエージェントが丁寧というよりは、本人がかなりあの細かく情報を出したりとか、えー、状況をお伝えしてくれたりっていうぐらいの方が意味の丁寧なんですけど、そういうふうにやってくれていました。あと、ハローワークさんとかもやっぱり使ったりとかしながら進めていたという感じでやっていきました。で、まあまあ、どうしてね、この人、じゃあ、 松本来たいのって言ったら、まあ、山登りがやっぱ好きで、えー、来たいよっていうことで、まあ、それをきっかけですね、まあ、あのもともと中京圏で働いてたんですけど、やっぱ山登りしたくてっていうような感じでした。で、まあ、この方の成功のポイントとしては、やっぱ自分自身でちゃんと動いていた。 ってていうのが大きくてでその上で動いた結果をまあエージェントさんとも共有しながらえこうなんだよねうまくいってるんだよねうまくいってないんだよねみたいなことをしてきちんと話をしていくことでまあえまあこちらもきちんと情報が把握できた上で時間かかったけどまあ粘り強くえトライするってことができてあのまあ結果的には自分のこだわる部分はちゃんとこだわりそうじゃない部分は譲りっていうことができたタイプの転職でした。 事例の2ですねこの方はですねいろんなサービスを使った場合の方でした。30代,30代半ばの男性で、この方も i ターンでした。転職は IT 関連のエンジニアだったんですけど、思い切り開発をしていくというよりは、社内のインフラ整備みたいなものを中心にやっていたりとか、そこのメンバーマネジメントをやっているような感じの方でした。でこの方は、うちの転職支援サービス で決まったわけではなくて個別相談の後とは自分でも動いていくということだったんですけど、結果的には市内の製造業の社内 SE、今、DX 担当ということで入社が決まったというふうに聞きました。ITT エンジニアってあんまり資格がないので、特に資格は持ってなくて、この方は半年ですね、1年かかんないぐらいで転職が決まりました。 で目的としてはまあ自然豊かなところで、まあ、ゆくゆくの、ね、子育て、まだお子さんいらっしゃらなかったんですけど、ゆくゆくの子育てを見据えて、夫婦で仕事との両立したいなっていうようなことを言っていて、まあ、前職で結構仕事のストレスが多かったらしくてです、ね、まあ、それもなんか目的のストレスを減らしていく仕事っていうのも考えていたようですで。この人の成功のポイントは、まあ、転職のサービスは非常にたくさん使っ多く使っていました。で 在職中ってこともあるので、あの今はこのサービスに注力しますとか、今はあの2つ動かしますとかっていうのを、ちょっとこう自分でちゃんと調整がしながら、うまくやってたのが多分転職のポイントなんじゃないかなと思います。たまにどうですかなんて話をすると、今こちらの会社さんとかなりべったりやってるので、えー、ちょっとそこが終わったらまた相談乗ってくださいみたいな、そんななんかやりとりが私は記憶に残ってますので、まあそういうやり方も一つではないかなと思います。 であのこの方はですね、非常に事前準備ができてたので、えー、と早かったです。で、えーと、20代の後半の女性の方で、この方は U ターンでした。で、前の仕事も総務系のじ事務系でしたねあの、製造業だったんですけど、定着後も同じような総務製造業に入りました。 で、えーまあ、特別資格もない中で、まあ、転職は非常に早かったんですね。内定まで早かったです。で内定から入社まではちょっと時間かかって、あの現職を辞めるのにどうしても時間かかったとっいうところなんですが。 ありましたとで前職の会社でもともと人事道があって自分やりたかった仕事からちょっと離れちゃったとであとまあ U ターンってことで30歳ぐらいまでに実家に戻りたいちょっと家族のことも心配でなんていうところでやはり、まあ、あと、ね、子育ても松本で同棲するならしたいなとまだお結婚前だったんですけどそういうことも考えていたと言ってました。でえーと この方はですね、求人が偶然ポンと出てきたんですよね。で、あのそういうことってやっぱり求人ってあるんですけど、じゃあなんでこの人がうまくいったかっていうと、その手前までに履歴書とか職務経営書とかかなりのいい制度で仕上がってきていたんですね。なので、企業さんにもこういう人いますよってすぐこうご紹介が人材紹介会社からできて、うまく決まったっていうところがあるので、やっぱりこう書類をちゃんと作っておくと、求人に対してポンと動きやすいっていうところがあるので、あの、何ていうのかな。まあ なかなかねあの何、何歳までに転職しようっていう人は、腰が重いんですよね。なんですけど、まあ、書類の準備をしておくといいと思います。か今からやって2年後、3年後だとしても、履歴書や職務経歴書は2年後、3年後を足したり直すだけなんで、昔のものが消えることがないので、そういう意味だと、今から作っておくのは結構大事なポイントだと思います。 事例の4番目ですね、この方はです、ね、まだ入社には至っていないんですけども、内定が出ています。で、30代,男性の男30代前半の男性で、アイターンの方ですで。アイターンなんですけど、ご実家は長野県内ということです。もともとは、どっちかというとグローバル系の営業をされていた方で、まあ、あのお仕事、次の仕事も同じような形で評価してもらいましたと。 でまあ、保有資格は特になしとありますが、まあ、語学が、えーまあ、堪能だったということはあります。転、えーまあ、職,職までにかかった期間は比較的早かったんですけど、まあ、入社は実はこれからで、本当、年明けぐらいになんとかならないかなっていう、ちょっと長い、えー、内定からの期間が長いんですね。 でえー、この方はまああの紹介会社をまあ絞り込んで、まあ、うちにやらせてもらったんですけど、やって決まりました。で理由はまあ両親の高齢をなんかたまに帰ると、だんだん年両親が年を取ってきているなというところで不安を感じたと。ただ、えー、実家があったのは松本市じゃなくて、ちょっと、えー、車を少し走し出せるぐらいの距離なんですけども、えー、やっぱり自分の仕事を考えた時あのやっぱときに、少し大きめな企業さんがいいよということと、あと、えー お子さんを学びを考えたときに、松本のこの学校に入れたいというのがあってっていうところも松本のへのこう転職のきっかけでした。で、この方はもう一番は自分ですごい企業研究 をしてそのあと自己分析をして、えー、す僕が今まで見てきた中でもすごいやってるなっていう感じでやっぱその結果が面接でやっぱ伝わってあの企業からもすごく欲しいとこういう人はもうなかなか出てこないからあのぜひぜひあの逃がさないでくれみたいな感じの声をもらったことがあるのでまあえっ、ー、とそれゆえに入社の時期とかもかなり本人のリクエストを聞いてくれたっていうところが、えー、ある。 ってことなので、まあ、丁寧な企業研究とか準備っていうのは、まあ、いろんなところに効果はあります。しかも年収も実はアップしたっていうところで、もともとも結構高かったんですけど、年収もアップして入社ができたという感じでした。でえー、と事例後はですね、えーと、専門知識をちゃんと理解しつつ、まあ、別業界にはなるんですけど、キャリアシフトということで、20代半ばの女性で、アイターンでした。前職は管理栄養士さんで、ただ場所は保育園。 だったんですね、えーえー、と比較的首都圏の食育に頑張っている保育園っていうところで、えー、やっていたんですけども、えー、なかなか松本で食育をすごく頑張って彼女がやっていたような仕事を探すのはすごく難しくてなくて結果的には管理、えー、栄養士さんの仕事はやるんだけども介護施設の方でただそこの介護施設も食にすごく力を入れている介護施設。 であのなんか自分の,あの、ね、キャリアの幅を広げられるんじゃないかなっていう、最初は、ね、すごいこだわってたんですけど、まあ、ものは考えようかもしれないねっていうふうになんとなく自分の中で価値観をこう、えー、スライドさせてもらっしして,もらってか、していって、えー、決まりました。なので転職までにかかった期間は結構やっぱ思い悩む時間があったので、かかったよっていうところです。で結婚をです、ね、控えていた方だったので、まあ、配偶者の実家のある地域へということで、まあ、転職の目的になります。 まああの転職するときには、何かしらをこうやっぱあの次の職場に活かせるものを持っていくとうまくいくっていうふうにえまあ思いますので、その上で、じゃ何を自分はねえ持っていこうのかってことをちゃんと決めていくと、キャリアシフトもしやすいんじゃないかなと思います。まあ、非常にもう分かりやすい資格なので、それは功を奏したっていうのはありますが、そうじゃなくても、自分は何をやってきたかっていうのを次にどうやって活かすのか。 いうことを考えるっていうのは、す、え、べ、ー、ての職種に共通していますので、えーまあ、そんなところも参考になればなと思います。えー、それぞれですね、かかった時間とか、まあ、アプローチの仕方ってバラバラなんですけど、えー、共通しているのは、えー、結構ちゃんと準備してたねっていうところです。で、準備をしあのとあの、最初の相談の段階では準備ができてなくても、その後きちんと準備をしたっていうのが、やっぱりこう、 転職にうまくつながったポイントなので、まあ、急かば、回れではないですけど、えー、まずは話をしてみて、あそこからじゃあ、こういう可能性はないのかなって探ってみた上でえで、ー、時間かけるべきところには時間をかけて進めていってみるといいと思います。 ちょっとあの事例後ですね、さっぱりした事例で申し上げ物足りないかもしれないんですけど、そういったところもあります。ちょっと個々のプライベートなこともあるので話しきれないところもいっぱいあるんですけども、そんなところでちょっと事例としてご紹介させてもらえればと思いました。その上で、今度は活用できる支援参考資料ということで、あ、のー 事務局からもともとあったところに、えっ、ー、と、移住支援関連 URL 一覧という PDF がダウンロードできると思うので、まあ、後ほどはそちらを見てもらえればと思いますが、えー、まあ、いろんなものをそうは言ってもありますよということで、ちょっと紹介していきたいと思います。で、あのー、実際に足を運ぶっていうこともやっぱすごく大事で、えー、今日皆さんど、どうなんですかね。ちょっと、ちょっと聞いてみてもいいですか。えっ、ー、と、皆さん今日どちらから参加されてるのかなっていうところで。 よいしょ。ちょっと今、あの、画面に、投票というのが出てきてるかもしれないですけど、あの、皆さん、自分がど何入れたっていうのは他の人には分からないので、今日皆さん、どちらからご参加されてるんですかあ、関東が多いですかね。はい。はい、はい、はい。は、ね、い。北陸の方もいらっしゃいましたね。はい。ありがとうございます。じゃ一回止めます。よいしょ。 こんな感じだそうです。あの、誰かは分かんないですけど。はい。いうところです。ありがとうございました。で、あの、首都圏であれば、えっ、ー、と、あの、まあ、有楽町のふるさと回帰支援センターとか、えー、長野県の移住交流、えー、まあ、銀座長野さんの中にあったりしますので、まあ、今、要予約では絶対ないんですけど、多分、ちょっとコロナのこともあるので、一方入れといた方がうまくいくと思いますので、えー、まあ、この辺で個別の相談で、 あのここの相談員さん、あのそれぞれやっぱあの日々それ専門のことをやっているので、非常にたくさんの情報とか事例とかを持っているので、あのそういった意味でも役立つと思います。で ふるさと回帰支援センターさんは、まあ、就労というよりは移住全般の相談に乗ってくれるので、今日ご参加された方の中で、まあ、企業とかも考えてるんだよねとか、農業のこともちょっと考えてるんだよねなんてことがあれば、ちょっとまず大きくざっくりこあの、ふるさと回帰支援センターさんとかで情報を取ってみるのもいいかなと思います。で、あの、まあ、一番上は、ま、個別相談ということで、これで先ほどから話している、まあ、当社がやっているものになります。 あと、えー、愛知と、えー、関西というか大阪ですね、の方は、えー、名古屋の、えー、長野県の事務所とかがあって、そこであの観光情報センターっていうのが、えー、併設されています。で、そこであの情報を少し得ることもできるので、そういうところも活用していただくといいかなと。あと、大阪、名古屋とかは、えー、それぞれで、ね、あの市のイベントとか県のイベントとかもあったりするので、そういったものにもぜひご参加いただくと、えー、なんか幅が広がるんじゃないかな、情報が集まるんじゃないかなと思います。 右側が、ジバのエージェントを使おうとか、全国の転職支援サイトを使おうって書いてありますが、ジバのいわゆる転職のエージェントですね、は、やっぱり県内の企業とか、松本市内の企業とか、エリアを限定して探すのには結構向いてます。一方で、全国区の転職支援サイトってのは、幅広く企業を探すのに向いているので、今の時点で皆さんがもう松本に、 100パー決めてるよっていうんであれば、エージェント型の方がおすすめですし、まだ実はエリアも含めて検討中なんだよねっていうことであれば、全国の転職支援サイトが向くかもしれません。これはもう、あの、皆さんのフェーズにもよりますし、今の状況にもよると思うので、絶対的なことではありませんので、えまあ、サービスによってちょっと違うよっていうことですね。で、あの、やっぱりこう、相談に乗ると、あの、 今はこの段階でこのサービス使ってもうまくいかないよっていうような声あの人もいらっしゃるので、そういったものもちょっと見直しすることで、あの皆さんが転職にかける時間を減らして、あのプライベートの時間を有意義に使うとか、そういったことにもなると思うので、そういうちょっとそういう棚卸しもしておいてもいいかなと思います。 はい。で、情報収集ですね。あの、いろいろありますが、あの、例えば、えー、長野労働局さんの最初のあの、グラフありましたけど、あの、最近の雇用情勢なんていうのは、まあ、大きく状況を見る上で役に立つので、お勧めします。あと、製造業さんなんかだと、日刊工業新聞なんていうのがあって、意外と会社とかに置いてあったりするので、そういうのを見てみると、あ、県内のこんな会社あるんだ、松本市内のこんな会社あるんだ、みたいなことが、えー、わかります。 えー、あの業界ごとに業界知って出てるので、あの別に製造業に限らないです。はい、あと、えー、日経ですね、日本経済新聞っていうのがあるんですけど、長野版っていうのがあります。ところが紙ベースのものを長野版を購入しようと思うと、ちょっと難しい。とえー、それで、まあ、電子版ですね、スマホで落とせるんですけど、まあ、普通に新聞買う価格はかかるんですけど、電子版の中には長野版、まあ、もっと,言うと全国の地方版が全部出てくるので、えー、そういうやり方もあり。 ですただ、お金はかか、あの新聞購読分はかかります。えー、とあと、長野県だと強いのは信濃毎日新聞さんですね。信濃毎日新聞さんも、今、ウェブのコンテンツ少し一新してきて、以前より見やすく、情報は上げや,や,やすくなってきているなという感じがしますので、この辺も活用いただけるんじゃないかなと思います。あと、東京商工リサーチさんっていうシンクタンクさんですね、出している、エラベル。 っていうのがありますこれ、長野の全般の経済版というのがあって、長野県の状況とか企業とか、そういったものが載ってたりするので、これも役立てられるかなと思います。これは多分、東京商工リサーチさん、スペース選べる、スペース長野とかってやると購入できるんじゃないかなと思いますので、よろしければどうぞというところです。あと、上場企業の方ですね。 あの受けたいよって方は、まあ、上場企業さんはあの、有価証券報告書を必ずホームページに開示してますので、そこちゃんと見てもらうと、会社の状況とか、まあ、このあとどうしていきたいのかなんてこともかなり丁寧に載ってますので、その辺も活用してみてください。あと、えー、我々われわれのほうで運用している松本暮らしですね、松本 .city っていうところ、まあ、皆さんが、あの、えー、エントリーしてくれたところですけど、そこのサイトとか、 あと、えー、YouTube チャンネルですね、えー。松本暮らし YouTube チャンネルがあるので、まあ、松本暮らし YouTube で調べると出てくると思いますが、えー、そんなところも大事かなと思います。ちょっと右の方に、あの、さっきのその松本シティの一番下のフッターのところに行くと、えー、移住転職ガイドブックっていうところがあります。そこから、あの、最初に見てもらったような、あのー、こう公共団地の とか、ね、そういったものも載ってたりするので、そういうところからダウンロードしてもらうのもいいです。あと、やっぱちっちゃい企業さんの、ちっちゃいだけじゃないですけど、地、ま、場、あの企業さんのということで、商工会議所さんのホームページとか、えーとまあ、地域密着型の地銀さんのページとか見ると、まあ、経済動向なんていうのも載ってたりするので、こんなものも参考になると思います。 松本暮らしはこんなところですね。で、この企業紹介っていうところから、まだちょっとこれからどんどん増やしていきたいんですけど、企業さんの紹介も載っていくような感じになります。イベント情報のところにはイベントが載っていきますので、こんなものも参考になればと思います。あと、これは後ほどあります。これは県の方で持っているサイトですけども、松本市さんの方できちんとガイドしてくれるので、移住支援金というものがあります。よいしょ。 あと、商工会議所さんのページはこんな感じで、えっと、ここから企業情報を探す。と下の方に行くと、こういうふうに企業の情報を見に行けますので、探してみると、業界カテゴリー別に載ってたりします。 これはですね、実は新卒さん向けに長野県が運営している就活長野っていうサイトなんですけど、こういったところもあったりするので、ここには企業の情報が載ってます。新卒だから関係ないんじゃないかって思うかもしれないんですが、あの会社さんの情報を調べるっていう意味では、あの新卒も中途もあんま関係ないので、情報収集の場として活用してもらうといいかと思います。 あと、これはですね、えっ、ー、と、サイプラスっていう、えっ、ー、と、まあ、SBC さんですね、テレビ局さんがずっとやってくれているものになりますが、ここのサイプラスってところに行くと、こういう特集があるんですね。あの、県内の様々な企業さんが載っているので、松本市の企業さんなんかも載っていて、で、このサイトのおすすめなのは、2、3分ぐらいの短いショート動画がかなりアーカイブで溜め込まれているんですね。 なので、あの、電車移動とか、ちょっとなんか、ちょこちょこっと動画を見るなんていうときに、えー、企業調べては役に立つんじゃないかなって思うので、まあ、こんなものも私としておすすめです。あと、これもテレビ局さんで別のテレビ局さんですけども、えっ、ー、と、ビジネスチャンネルっていうのがあって、これも、あの、企業さん、中心エリアですね。松本中心エリアになるので、中心エリアで調べてもらうと、企業さん出てきます。あの、 まあどうしてもね、企業の数が全部が載ってるわけではないので、あれなんですけど、活用してもらいたいところです。あと、これはあの当社のほうでえ実は運営しているんですけど、やっぱりこう転職だけならいいんですけど、移住を伴うと時期が結構ね、求人とピンポイントで合わないので、まずは会社を知ってもらおうじゃないか。 で少し長期戦でやりたいんだけど、なんていうことも考えたときに支援できるようにということで、会社情報であったりとか、まあ、そういう支援をするよっていうところを運営をしているお行き合いっていうサイトだったりします。こんな感じのところが情報源で、ちょっと時間が少しあるので、えっ、ー、と、見てみたいと思うんですけど、よいしょ。今、えっ、ー、と、見えましたかね。この、えー、求人倍率の動きの、これ、最近の雇用情勢っていうやつですね。 で、それ以外ですと、えー、さっき言った松本の UIJ 単就業創業支援金っていうのは、この松本暮らしですね、移住定住ポータルサイトってところから見に行くことができます。えー、サイプラスさんはこんな感じで、えー、見た通りなんですけど、こんなふうに流れています。で、 ページに入っていってもらうと、こういうふうに動画が出ているので、こういう動画をちょっと見てみると、ちょっと会社のことがイメージできるかもっていうところでいいかなと思います。よいしょ。あと先ほど言ったお行き合いっていうところで、まあ、地域を少し絞ってもらって調べると、会社さんの方が出ていくっていう、こんな感じになってます。他にもですね、あの松本暮らしの YouTube チャンネルとか松本の、松本市の YouTube とかですね、えーと 結構あの YouTube 系増えてきてますので、活用してもらうと、あの、松本市の YouTube も非常にこう、えー、コンテンツが増えていて、えー、まあ面白いなと思いながら <laughs> 見てますので、ご興味のある方は見てもらうといいんじゃないかなって思います。はい、ということで戻ります。 でもう1つですね、あの最近利用が増えている求人検索サイトですね、あの例えば Google さんのものとか、あと CM でよく出てますが、Indeed さんとかっていうのも、これ、ピンポイントで求人を検索するためだけのサイトなので、あの皆さんが移住で転職を考えたときなんていうのは、結構効果的じゃないかなと思うので、こういったものも利用していただくといいんじゃないかなっていうのがあります。これもちょっと画面共有で見てみますかね。えー、っと 例えば、Google で普通に、えっ、ー、と、松、ま、本、あ、市、例えば、総務、求人とかで検索すると、こんなふうに、あの、自然とここ出てくるように今なっていて、これをちょっとこう覗いていくと、あの、市内の求人とかにたどり着ける、あの、うちとかも、あの、お客様から頼まれて出してたりするので、そういったものも出てきたりしますので、これとかも、あの、一つポイントじゃないかなって思います。 えと今です、ね、こうざっくりこう松本で働いて、松本で暮らしてみたいなところを、えー、ざーっとこう話をしてきましたんで、先ほどのケーススタディもそうなんですけども、事例紹介もそうなんですけど、やっぱりこうち,ゃちゃんと企業さんを調べるとか、ちゃんと自分のことを棚卸しするっていうのは、えー、実は転職のとき、まあ、移住のときも含めてすごく大事なんです。大事なんですけどやっぱりこう 自分と絵だけでこう向き合うって結構難しいので、人と話しながら、あの、少しずつこう、えー、なんていうのかな、あ、そういう面もあったよねとか、そういうこともやってたよねとか、あ、こういう会社があるんだねとか、あの、情報をこう集めつつ、人の意見も聞きつつ、まあ、 聞くというよりは自分が話すことでなんかいろいろ浮かんでくるっていうことがあるので、まあぜひちょっと多くの人との相談というのを重ねて実現してみてもらえればと思います。あの私たちはこういう働くということを専門に、えー、移住の相談載ってますけども移住全般の相談は松本氏さんの方でも、えー、この後ね説明がある中でやってたりするので、あのそういうところも上手に活用してもらって最初は幅広く間口を取ってもらって、まあ、気がつけば少しこうぐっと た上で聞いてみるとかいうところ、あの今日ご参加されている方の中には、まあ、ちょっと企業のことも考えているんだけどっていうようなことをおっしゃっている方もいたので、まあ、そういうところはそれ、そういう窓口をきちんとガイドにしてくれると思うので、そういうふうにやっていくといいかなと思います。でもう一つあの、説明の中でもちょっとあったんですけど、テレワークの話があったと思います。でテレワークは非常にこう移住を進める上で、かなりこう、 ななんていうのかなあのこう追い風になってくれているし皆さんも例えば住む場所も変えるし仕事も変えるしっていうなかなかこうストレスが大きいんで、まあ、まずはその職場は同じところであの、ね、住むところだけ変えようっていう動きが、まあ、すごくいい動きの一つだと思うんですがあのそれはイコール市内でどんな会社があるかを知らなくていいってことでは全然なくて。 あの世の中全般、世界全般の動きで見ると、テレワークはやったんだけど、やっぱり、えー、通える範囲に来てほしいとか通え、まあ、海外はもっと労働条件が厳しいあの企業目線であったりするので、いや通えないんだったら、ちょっと会社は難しい、雇用は難しいねみたいなことを言われるなんてことも、えー、実際は出てきています。まあ、日本はちょっとそこまでならないと思うんですけど、ただ、やっぱり皆さんが、 えー、そのはた暮らしながら働くってことを考えたときにえ地域にどんな会社があるのかなって知って、まあ、いざ何かこう、えー、そのテレワークをしていた職場から動かなきゃって思ったときにあの市内の会社は全然分かりませんっていう状態よりは やっぱり今今のこの動き出す段階のところで、どんな会社があるのかなとか、地域はどういうふうに動いてるのかなっていうことを、今のうちから情報収集しておくと、まあ、必ずあの皆さんにとってメリットがあると思うので、ちょっとその辺なんかは、何、えー、て言うのかな、あの働き始めちゃうと、そういうこと調べるの、またしなくなっちゃうので、ちょっと移住しようかなって思ったタイミングでやってみてもらうといいんじゃないかなと思うので、ぜひぜひご検討いただけたらなって思います。 冒頭も少しお話ししましたが、途中から入室された方もいらっしゃったので、と再度の告知をさせていただきます。オンラインのイベント、いずれもなんですけども、オンラインの個別相談というものが9月10日と11月12日 あと1月14日ですね、えー、に実施になります。9月の分はもしかしたらサイトオープンしてるかな。えー、徐々にあの予約のサイトもオープンしていきますので、松本 .city でえ調べていただけると、えー、まあ今回のフォームですね、あのセミナーを申し込んだところと同じアドレスの中で見つかりますので、えー、探してぜひえお申し込みいただければと思います。結構皆さん40分ぐらいですね、あの話して、あのー なんていうのかなあの、すっきりして帰っていただける方が多いので、あの、皆さんも、あの、使ってもらえると。なんか、決まってないから、あの、ダメだよとか、決まってないから、もう少ししてから来た方がいいよということは絶対に言いませんので、え決まってないなら、決まってないなりに、じゃあどういうふうにしていったらいいよってことを一緒に考えていく時間が作れると思うので、ぜひ、えー、あの、活用してもらえればと思います。私か、もう一人の、えー、担当の者が対応しますので、えー、皆さんにとってね、役に立つ時間になればな、っていうふうにして考えています。 あと、オンラインの企業説明会ということで、これも貴重です。あの市内の企業さん、市内に事業所のある企業さんに出てもらって、うちこんな会社だよっていう紹介とか、今うちが募集しているのはこういう職種だよっていう話をしてくださいます。えーとまあ、働くってことを考えたときに、えー、どこで働くのかってとても大事で、まあ、たくさんの会社さんの情報を持っていて、そんなことは全然ありませんので、 ぜひこんなところも押さえといてもらうといいのではないかなと思います。そういったイベントの情報とかはですね、先ほどから言っている松本 .t もそうですし、あと松本ぐらしさんの LINE 登録ですね、おそらくされている方もいるかもしれませんが、LINE 登録しておくと、情報がポーンと流れてきますので、便利かなと思うので、活用いただければと思っております。 はい。ではですね、私からのセミナーの部分は一旦以上になります。この後、市の方からですね、こんな感じ、松本市の状況とかですね、いろいろお話ししてくれますので、その方にバトンをタッチしていきたいと思います。今 少し時間があるので、ご質問回答できたらと思いますので、少しあのチャットなんかにですね、書き込む時間を作りたいかなと思いますので、どんなことでも結構です。せっかくご参加いただいたので、あの、ね、こんなこと聞いたらあれかななんて思わなくて構いませんので、ご質問いただけたら嬉しいので、少しだけお時間待ちますので、ご質問えいただけたら嬉しいです。はい。じゃあちょっと、あの、ご質問ある方はチャットに記載していただけたらなって思います。 また個別で <laughs> あの相談とかあれば相談に乗りますので、全然あのどんなことでも聞いてもらえればと思います。では、えっと、松本さんの方に、えっと、バトンをお渡ししたいと思うんですけど、小澤さん、えっと、画面オンにできそうですかはい。はい、えー。ちょっとお待ちくださいね。はい。よいしょ。うんえー じゃあえっと小田さん、えー、この後じゃあ、えー、進めていってもらえればと思います、ね。一旦私画面共有を落としますので、えー、準備よろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。本日松本市の紹介いたします。松本市移住推進課の小澤と申します。よろしくお願いします。画面共有をさせていただきます。はいえっ、ー、と、えー、少し自己紹介をさせていただくと私自身も移住者で今年4月に市役所に入るまでは えー、転職活動もしておりました本日は松本市についてご案内させていただきますまず松本がどんな町なのか簡単に紹介いたします松本といえばやはり皆さん思い浮かべていただくのは国宝松本城や名称上高地でしょうかそのイメージの通り松本市は自然と都市の共存する程よい町です 松本市は長野県のほぼ中央に位置していて、県内で一番面積の大きい都市となっています。市内は大きく三つの地理条件に分かれていて、松本駅周辺の都市部、それからあずさ川や旗地区などの田園風景の広がる郊外、そして滋賀、長和安住地区といった自然に囲まれた山間地があります。 松本町に観光でいらっしゃった方は松本市ってこんなに広いのかと驚かれることもあるかと思うんですが都会的な暮らしも田舎暮らしも選べるほど良い土地だと感じています。ちなみに各エリアへの所要時間はご覧の通りです。美しが原高原や上高地方面など同じ市内で移動するにはやや時間がかかる場所もありますが。 特にこの,このコロナ禍の状況などを加味すると市内で風景や気候が変わるためちょっとした旅行気分を味わうことができます松本市は各施設も充実しています食材、衣料品店、雑貨店飲食店映画館なども揃ったイオンモール松本をはじめとして松本パルコやセブンアイといった大型商業施設もありますまた日々のお買い物は鶴や ですとかデルシアといったスーパーや道の駅エイコープなどでも行うことができます道の駅というと観光で立ち寄るイメージがあるかもしれませんが地域の方も足を運ぶ大事な生活の拠点の一つとなっています保育園学校そして病院も数多くございます市内には保育園から大学までが一通り揃っており義務教育の公立学校を除けば国立私立 私立専門学校などそれぞれの学年で広い選択肢の中から進路を選べるというのが特徴ですまた病院はいわゆる大きな総合病院や専門機関が市内に16カ所それから定期通院できるような町のお医者さんが186カ所あります中心市街地はもちろん郊外に設置されている病院もあるため郊外への移住をご検討中の方にも安心感を持っていただくことができます 公共交通では電車、バス、そして飛行機があります。特に電車は特急が通っているため、東京、名古屋、大阪といった都市部へのアクセスがよく、テレワーク移住を検討されている方で、数ヶ月に1回は都市部へのオフィスへ出勤が必要になる場合でも安心です。また、特徴的な機関である飛行機は、国内線のみの運行にはなりますが、北海道、神戸、大阪、福岡といった主要都市へ2時間かからずにひとっとびということもあり、旅行や出張の際に重宝されています。 小森さんからもご紹介があったんですが、こういった松本市の特徴というのが高く評価されて、今年度は日本の都市特性評価というデータ分析で、松本市は第10位にランクインすることができました。松本市は生活・居住で高い評価を得られた住みよい都市であること、また今年は保育ニーズの充足度や文化交流の面からも評価されています。あと字が見えにくくなっているので、もしよろしければホームページなどでまた見てみてください。 さて、前置きが長くなりましたが、本題の松本市の移住支援施策をご紹介いたします。まずは UIJ ターンの移住支援金のご紹介です。福森さんからも紹介がありましたが、松本市では UIJ ターンにより、就業を創業する方を応援するため、UIJ ターン就業創業移住支援金を実施しています。こちらは東京圏、埼玉、千葉、東京、神奈川。 もしくは愛知県または大阪府に在住していた経歴があり松本市に転入された方に支援金を出しする制度になっています支援金の支給を受けるには主に2つの要件を満たす必要があります2つ目の要件は移住前の居住地や就労に関する要件です松本市に住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上 東京県、愛知県、または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと、また、松本市に住民票を移す直前に連続して1年以上、同地域に在住し、かつ就労していたことが必須の要件となります。2つ目は、松本市に転入された時点でのお仕事に関する要件です。お仕事に関しては、5つのうち、いずれかに当てはまる必要があります。1つ目は、 長野県の運営するマッチングサイトの求人に応募して採用された場合、2つ目はプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用した専門人材の場合、3つ目が移住前の企業への所属、業務を引き続き行うテレワーカーの場合、4つ目が市に居住、通学等を行ったことのある関係人口の場合、5つ目はソーシャルビジネス創業支援金の交付決定を受けている場合になります。 いずれの就業要件に関しても、ここに記載されている以外に詳細な要件がありますので、一度、松本市のホームページなどで要件をよくご確認の上、ご申請前に、まずは一度、お電話か窓口でご相談ください。他には、結婚新生活や奨学金返還を支援する補助金もございます。 結婚新生活支援事業補助金は、新婚夫婦で条件を満たす方の住宅費、引っ越し費用、リフォーム費用を対象に最大70万円を補助するものです。奨学金返還支援事業補助金は来年1月からの受付になりますが、市内に本社、本店のある中小企業に就職し、奨学金を返還する方に対して、年間15万円を上限に最大5年間、奨学金返還額を補助します。 こちらも詳細は松本市ホーームページでごご確認ください。続い続て、住むことに関すす。るサポートのご紹介でで松本市では事前に移住推進課に移住相談をしてくださった方を対象に市内の教員職員住宅の一部を短期限定で貸し出しています。1ヶ月以上3ヶ月以内の入居期間の中でおうち探しやお仕事探しの拠点としてご利用いただくことができます。また最近は空き家の購入を検討される方も増えています。 松本市空き家バンク制度では空き家物件を買いたい、借りたい方への情報提供を行っています。最近は空き家をご検討される方も増えてきていて、登録物件の入れ替わりがかなり活発になってきています。空き家も選択肢の一つとしている方は随時チェックしてみてください。その他、松本市内には多数のゲストハウスがあります。特に移住者の営,営,営むゲストハウスの中には、お試し滞在宿泊プランといって、移住希望者向けのプランをご用意しているところもあります。 まずはゲストハウスの長期滞在で松本暮らしを体感してみるのも一つの手だと思いますので、ぜひ一度松本市のホームページでゲストハウスの一覧をご覧ください。さて移住推進課では各種 SNS の運営も行っています。LINE では今日のようなセミナー情報はもちろん、松本市の子育て制度などのお役立ち情報も発信していますので、真剣に松本市への移住をお考えの方は、ぜひお友達登録をお願いします。 YouTube では松本市の魅力を感じられるような市内各所の映像のほか、実際の移住者の方へのインタビューや、松本市主催で行われたオンライン企業説明会のアーカイブを公開しております。転職を伴う移住をお考えの方には、松本市内の企業を知っていただく機会になると思いますので、ぜひご活用ください。また、インスタグラムでは、移住推進課の職員が交代で写真を上げており、なるべく観光地ではない市内各所の写真を見ることができます。 松本で暮らす雰囲気を感じられると思いますので、こちらもぜひ覗いてみてください。本日、松本市についてご案内してきましたが、まだまだご紹介できていない部分もあれば、個別の方でご事情異なる部分もあるかと思います。そういった際に、移住推進課ではオンラインの移住相談を実施しております。事実柄、市役所までお越しいただくことが大変だったり、電話だと伝わりにくかったりする部分があるかと思いますが、 オンラインの移住相談では、今日のようなズームを使用して、ご自宅やカフェなどからご相談をしていただくことが可能です。事前予約制になりますので、松本市ホームページでオンライン移住相談と検索していただき、お申し込みフォームからご予約ください。お聞かしになってしまいましたが、松本市からは以上になります。本日はご参加、ご清聴ありがとうございました。はい、小沢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。 では、松本さんの,、ね、あの個別相談もぜひ活用いただければと思います。え今日はお忙しい中というか、まあ、貴重な休日の中え、お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。